はい。はい。なんすかそのテンション。そのテンション何？いやちょっと久しぶりだったんで分かんなくなっちゃいました。びっくりした。吹き出しちゃった今。はい、まあ皆さんなんかお集まりのようで。はい。何ですか？今日はですね、うちのカズくんが、あ、ごめんなさい、二翔くんが、ようやく。カズくんって呼んでんの？カズくんがね、ようやく一人暮らし始められるということで。ああ、そうなんだ。はい。まあなんか、家具でも組み立てに行ってやろうじゃないか。いつも通りのやつですね。はい、部屋がてら。気になる、俺見たことないから、新居。あ、見たことないですか？ない。ちなみになんか、ずっと引っ越し祝いのなんかパワハラされてるんですけど、買いましたか皆さん。引っ越し祝いが、いやこれさ、俺買ったのよ。はい、新潟買ってたよ。買ってたんだけど、これもう1ヶ月前ぐらい買ったのよ。はい、ちょっと季節過ぎてるかもしれないんだよ。お二人は、お三方は。いや僕買ってないんですよ。あ、買ってない。僕まだ買ってなくて。お前いつも買ってないよな。確かに。うん、で前回だからドイタイの時はなんかみんな勝手に買い始めてたからびっくりしちゃって、俺それで。俺もびっくりして、よく来たなって思った。俺びっくりしちゃって、あ、その後に後ネタ上がったC社の動画があるんだけど、それで、そうそう、ドイタイに渡して。でもさっきなんか飯野さんと話してて、うん、冷蔵庫欲しがってんでしょ。はい。そうなの？お金出しちゃって冷蔵庫買うかって話してんですけど。ああ、確かに。いいんじゃないですか。だって4人まだ買ってないでしょ。買ってない。はい、1人2万出したとしても8万の冷蔵庫、うん、8万の冷蔵庫なんて変わらないですよ。じゃあ4人でお金出し合って冷蔵庫でも買います。いいね、いいですね。お願いしますか。これ冷凍庫だよ。これ冷凍庫。あ、西尾でもね、なんていうの、肉冷凍する。そう、肉冷凍するみたいなのですから、これでいいんじゃない。これにしよう。これでいいでしょう。はい、というわけで。おい、ということで買いましたね、冷蔵庫。冷蔵庫買いましたね。もうこれで西尾さんも、ね、自炊とかできるようになるんじゃないですか、冷蔵庫買って。買いますか。今日もこれで終わりですよね。この絵いらないですよ、別に。水中は頑張れ。回ってる間頑張れ。今日終わりですよね。今から車に乗って、西尾さんに向かいたいと思います。けどちょっとお腹空いてるということで、ちょっともしかしたらご飯食べるかなと思います。着きましたね。あ、着きましたね。あ、回ってんですか。びっくりした、今回ってよ。はい、着きました。ちょっとピンポンしてみますか、うん、早速いるか。開いてるんだ。あ、開いてる。え、開いてる。え、怖っ。やば。怖っ。やばいね。怖っ。なんだお前ら、人ん家に。ちょっと怖かった。怖いです。場所違います。もう一回。なんだお前ら、人ん家に。お邪魔します。いや、本当汚いですけど。すげえ。え、大理石ですか、これ下。うわ、すごい。大理石ではない。大理石風の、ちょっとあんま触れないでいただきたいんですけど。ええー。うわ、てかやば。え？須藤、靴下穴開いてる。え？え？うわ。やば。今出すね。ちょっと待って。ちょっと待ってみんな。出す。ちょっとみんな一回待って。そのほら、清潔感出そうってなって。一回それカットして、一回じゃあ脱いだことにしよう。いや、最悪だ。話。で、こっからスタートで。ここからスタートで。え、これ何なんですかこれ。取り直せよ、取り直せよ。怖い怖い。マジでスリッパ履いてくれ。あ、マジで嫌がられてる。はい、ここそうっすね。で、キッチン。キッチンっすね。広い。キッチン広っ。あ、広いね。すごい。シャレてるね。冷蔵庫入れても全然狭くないじゃないですか。確かに。基本的綺麗なんですよね。基本的全然、うわ。はい、ここは何ですか。ここがだから寝室ですね。あ、寝室あるじゃないですか。ワンエルのエルの部分。はい。あ、すごい。あ、すごい。ここ。ここは？ここで。ここすごい。クローゼットでしょ、ここ。あ、ここウォークインクローゼットですね。すげえな、広。すげえ、ガチのガチウォークイン。すごいこれ。ガチウォークイン。すみません、なんか私物があるんですけど。私物は？え、私物？え、嘘？え、あれ？これも運んだんですか。これ俺のじゃねえな。誰んだこれ。誰んだ俺。
前の住人の人ですかね。あ、誰んだこれ。これあれですね。あ、ありましたわ。これ、なんか。あ、秋広ね。秋広ね。なんで秋広のがあるんだ。どういうことですか。服部マジでここに住まわす。このウォークインクローゼットに住むってことですか。そうだ、なんか家賃2、3万で。高えだろ。2、3万おぉ、あれちょっと待ってください。何ですか、このタイルちょっと…ちょっとダサすぎないですかこれ。このタイルですか。もうピンク、これどうしたんですかこれ。確かにこれ、あ、これピンク。ピンクですよ。もうピンク、ラブホみたいな。これマジでいよいよラブホみたいですよ。ね、落ちよ、お風呂。はい、あ、でもいいですね、お風呂もね。これがあれですか、浴室の、うん、乾燥とか、乾燥とか、いや、すごいね。でも、風呂場のタイルもピンクっすね、ちょっと。確かなんか、ラブホだったんすか。どうしたんすか、マジで。元々ラブホだったんだよ、すいません、ここ、あれなんですよ、家族で住まわれる場所。これ、2階とか 2L なんですけど、あ、そうなんだ。お子さんのうちの家族が住んでるんですよ。あ、そうなんだ。あんま言わないでもらえたら、ちょっと。いや、感じですね。はい。いいじゃないですか。いいね。広いっすね。素晴らしい。広い、マジで。素晴らしい、素晴らしい。いやー、ここ今ね、あの、2ヶ月は空家賃状態ということで、もう早く住みたいです。おい、じゃあ早速組み立てということですか。何が全部組み立ててほしい感じですかこれ。まあ、そうですね、ここにあの、ソファーあるんですよ。はい。で、多分これがテレビ台かな。はい。で、これが机ですね。なるほど。なんで、基本的にこれをテレビレグザ。ああ、生意気に。あの、コストコであの、なんか 20% オフぐらいそういっぱいしていただきました。4K じゃないですか。4K なの。お前、土井谷さんがなんか 4K じゃねえと、ちょっとこの年で 4K じゃねえのは恥ずかしいぞみたいなこと言われたんで。俺のテレビ 4K だっけな。いや、 4K だろあれ絶対。なんなんですかこの年で 4K は恥ずかしいぞ。 4K じゃないと恥ずかしい。 4K じゃないとって、そんなことないでしょ。ちゃんと 4K ついてないんだから恥ずかしい。なんですかあなたたち本当に。でもこの椅子で多分スゾンチより広いもんな。あ、広いっすね。僕だって、あの、9.5 畳っすもんね。えらい言われ方。あ、罵倒されてたんですか。罵倒されてるでしょ。罵倒じゃないっすよ。その、ちょっと、触れづらい。ちょっと、皆さんの広さ分かりやすいよねっていうか。なるほど。寝たことない。広そうだ。あ、罵倒されてたんですか僕。よかった、明るいやつで。よかった、明るくて。足も汚いし。いらないの2020年ギャグみたいな。ああそれは何、これ足、それはこれ多分足だと思う。これあれでしょ、あの人足伸ばすようなやつ。あ、足こうやって出すやつか。いや、これあれです、背もたれですもん。頭すじゃん。あら、ゲットある。ちょっとあの開ける感じじゃないですか。ここは開ける感じで。あ、真ん中？マジ？あ、ごめん。あ、ごめん。本当か。本当か。これどれ？これだろ。これだね。これ。助けてくれ。なんで間開ける感じ？なんか西謝ってたし。本当ごめんって。これ間だね。あ、入った。ぴったり、ぴったり。おー、すごい、すごい、すごい。ぴったり。おー、入ったりだ。うわー、すげえ。おー、じゃあ、僕、帰ります。おーい、おかしいだろ。すぎだろ。お疲れ様。めちゃくちゃ雑にやんだよ。時間ないっす、マジで。え？いや、原付受け取らなくちゃいけないっす。原付？はい。え？壊れちゃって買ったんで。買うの？はい。あ、別にいいんやけど。全然いいだろ別に。別にいいんだけどさ。
くから。ちなみに俺も来たからそのくだりも取れよ。いいよもうお前は。ダメだお前。ダメだ。来ました。お前本当時間が。適当に終わらせようとすんなよ。次だ押してんだって。何時までに何時までここ出なきゃ前の。いやでも出ないとやばい。6時半でさっき30分尽くしながら。今何時？あと10分で出ないとやばいな。もういいでしょこれで。抑え込むかみんなで。抑え込むなって。別にいいんやけど。別にいいんだけど。いいよ、謎の感じ出すな、お前。よし。やれ。よし、行くぞ。いやいや、行け行け。みんな行け。ほら、ない。はい、やばい。はい、連行。こっから10分粘ってやろう。本当にやめてください、もうマジで。ほら、見ろ、お前。これ、もう一回、この画面見ろ、お前。画面というか、映像。マジやばい、こんな。どうでもいいっすわこれ。お前の時みんなやってくれたろ。いや俺もやってただろ。お前の時さみんなやってんじゃん。やったからだから。おいどういうおいやったからお前の時みんなやってんじゃん。どういうことお前。じゃあでも行ってもね。でも俺も車乗ろう。運転しや。おい運転しや。すいません。なんか、トラニチなんだ、なんかギャグでもやってもらおうかな。これ価格なんだよ、なんでやこの言うめちゃくちゃ、子供の目線みたいな。マジやばい、クギーだった。行ってこい。あと分かった、行きます。あと分かるか、無理かな。あ、出てった。おーベッドやるか。やりましょう。はい。これだけでいいんじゃないですか。ユーストあったの。あ、悪いのかよ。分かってきた。教えよお前。のんきに。お前に言うな。間に合ったの。あ、あれ、大地じゃん。おい、何やってんの。何やってんの。え、何やってんだよ。え、大地じゃん。使えよ。何来てんのお前。ダメダメ。さっき。え、コイン入れよ。それ。あ？疲れじゃねえだろ。出る幕なさそう。なんで勝手にタバコ吸ってんだよ。ここ禁煙だぞ。禁煙じゃねえだろ。やばこいつ。勝手に決めんなよ。ここ禁煙だこれ。勝手に決めんなよ。終わりましたよ。おお。ありがとうマジで。まあ、黒と統一してってかっこいいっすね。ああ、そうっす。引っ越したわけじゃないですか。はい。で、まあ、その出費もかさむでしょってことでね。え、僕らからね、引っ越し以外はね。おい、現金っすか。おめでとう。ありがとう、マジで。いや、そういうのはやっぱ野暮臭いんで。そう、ちゃんとね、本気ね。やだ、現金がいい。やだやだ、もう競馬で買う気がすんだ。競馬にかけるだけや、現金。あ、確かマジでやめとこう。ありがとう、マジでみんな。僕はちょっとね、ここ4人でね、お金を出し合ってね、冷蔵庫買いました。おい、あ、マジ嬉しい。めちゃめちゃでかい。今日はないんだ。あさって一応届くかもしれないんで、電話多分来ると思うんですけど。だから聞いてたんだ、さっきやった。一応黒で。黒。マジ？はい。僕だけなんか省かれてますけど、はい、僕最初から買ってたんですよ。はい、でこいつらは今日朝やべ買ってねっつって、なんか急遽買うよ。そんだけ欲しいやろ。いや俺はもっとちゃんとね、最初から用意してたんですよ。いや、さすがっす。はい、ちょっと持ってきます。あ、今あるんですね。いや、俺はもう持ってきてるよ。マジでどこ？行くよ。はい、お願いします。でもでかい。でかでか、家電じゃね。ないないよね、これ家電だろ。なんかクリスマスツリーです。そうだ。ちょうどね、言ってたんです、二丁さん。ここ寂しいなって言ってたんですよ。確かに、もう完全に今もう空いてますもんね。てか、そうなの、普通に、あ、こことかちょうどよくないですか。いや、そこに入んない。そんなもんじゃないの。観葉植物みたいな。ちょっと240センチ。え、ほんまや。三が日ですね、今日。あ、水さんどうぞ。はい、はいはいはい。何ですか。あ、ちょっといいのこれ。はい、大丈夫。はい、大丈夫。なんか全部準備してたみたいな。いや、大丈夫です。何ですか。もう終わったんで。ミミッシュアメリクリスマス。ミミッシュアメリクリスマス。すげー。すげー。
ゼントでーす。すげえ。すげえ。言葉失っとるやん。よかった、喜んでくれる。喜んでねえだろ。すげえ。マジでこれ何するにしてもうぜえよ。うぜえだろこれマジで。あ、見て見て。すげえ。すげえ。ルンバの手前ルンバのチュートリアルミッションとして。喜んでもらわないつも。毎年クリスマスの時期になったら、うちにクリスマスツリーあるからおいでよっていう誘いを絶対1年中あるだろ、この調子だったら。今日も皆さん、あざましとったね。いや頑張ってください。頑張ってください。引っ越し、ありがとうございます。またありがとうございます。ありがとうございました。間違いなく僕の1日は、ね、頑張って早めにあげれればあげれればって感じですかね。確かに。あ、なんかでも直近でも、なんか最近もう一人ぐらい引っ越すやつが出てくるっていう噂を聞いてるんで。あー、確かに確かに。 そいつも頑張ってほしいですね。次はそいつの動画になるかもしれないです。はい、ありがとうございました。マジでこれ来んじゃないかって恐怖だ。もう一個頼んどくか。いらねえよ。レッドにしようレッド。あ、サイルだからね。一部屋どうでもいいだろ。あ、正直。あ、確かに。どうでもよくねえよ。正直二部屋どうでもいいか。そう。いや、どうでもよくねえよ。あのさ、ボールプールのボールとかどう。あ、いいや。いらねえよ。一面プールにしようぜ。そうなんやな。何一面って捉え方すんの。一部屋で。置いた方がいいんじゃない。あ、いいじゃん。まあ、買えんだな。不動明王。頑張るわ。どうにか。どうにもなんねえ。